それにしたってわかんないのはさ、どうしてあいつらマナー集めなんてことをしていたのかしらね。ミルリーフを捕まえるために必要だったのかな。いや、むしろ巫女様を捕らえられないからあのようなことをする必要が生じたんだ。それを説明するにはラウスブルグとはどのようなものか話をせねばならない。仕方ありませんわね。だな。ラウスブルグとは人間たちの言葉で言い換えたなら呼吸する城という意味にあたるの。なんで城が息なんかしたりするんだ。言葉のあやですわよ。真に受けないでくださいます。すみません。無論のこと、城が呼吸をしているわけではないぞ。呼吸をしているのは城を覆うように育ったラウスの名樹だ。育ったってことは、それって木なの？ただの木ではない。ラウスの名樹はメイトルパでも特別な樹木で、妖精たちと深い関わりを持つんだ。それってもしかして妖精樹のことじゃありませんか？あ、そうとも言える。お師匠様から聞いたことがあるの。幻獣界に暮らしている妖精の一部は多種族と関わることを嫌って、妖精教という名の閉じた世界を作ってその中で暮らしてる。それを支えているのが妖精樹と呼ばれる特別な木なんだって。その通りですわ。妖精樹、ラウスの名樹はマナーを宿すことで外界から隔絶された特別な空間を生む力を秘めているの。当然だが、たやすくできることではない。妖精や竜のような古き秘宝を知る存在のみに可能な技だ。じゃあ隠れ里っていうのはもしかして。ラウスの明治の力を使って隠れてたからってこと？あ、そうと。ラウスブルムは先代である守護竜の魔力によって隠され守られてきたのだ。何一人で分かったような顔してんのよ。言ってるわよ。そもそもただ隠れ里を維持したいだけなら力ずくで守護竜を屈服させる必要なんてないじゃないの。逆に言えば力ずくに出ることさえ厭わぬほどの利益があった。そう考えるのが自然だ。その通りだ。正論。ラウスブルグにはそうした価値がある。だがそれについて今ここで語ることは我らにはできない。密会である俺たちにとっても非中の火に当たるからだ。守護竜様の許しがなければ語ってはいけないことなの。無論先代なき今それが叶わぬことは理解しておる。されど少なくとも密会全員の同意が得られなければ話すことはできない。すまぬが曲げて理解してほしい。ごめん、
もしかして邪魔だったかな。うん、おかげさまで骨の方はちゃんとくっついたみたいだ。あとは落ちた体力を取り戻さなくちゃね。あのさ、なんか随分と大変なことになってるみたいだよな。君たちの事情って。隠していたんだったら先に謝るよ。ごめん。辛くないかい？ただでさえ一人でお店を切り盛りしてるだけでもすごいのに、たくさんの厄介事を抱えてさ、君は辛いとか思ったりしないのか？ミルリーフ。うん。いってらっしゃい。ああいうのもきっと強さの一つなんだよな。見習わなくちゃな、オイラも。良い質問だ。見ての通りいい天気なのでな、干物を作っておるのだ。そうか、この世界ではあまり馴染みがないか。こうやって食物を日光にさらしておくと風味がぐっと増す上、保存にも適したものに変えられるのだよ。これは料理人とは思えぬ発言よ。食わず嫌いなだけではないのかな。しっけえな。どちらの皮も干して煎じたならば薬になるのだぞ。むう、その言葉崎陽会の食文化への挑戦状と受け取った。そこまで言われては断固として証明せぬわけにはいかぬ。厨房を貸せ店主よ。我にシルターン料理の奥深さというものを思い知らせてやろう。ふっふっふ、吠え面かくでないぞ。ほわーわしゃ、わしゃ、わしゃ、おじゃー。どうかね、手習い程度の我の腕でもこれくらいの味が出せるということは、それだけ調理の基礎が確立されている証明に他ならぬのだが、本物の料理人が丹精を込めたならさらなる出来になるだろうね。分かってくれればそれでよいのだよ。ところ変われば品変わる。世界ごとにまた料理のありようも変わろう。だがうまいものを食べたいという欲求は万古不益のものだ。我はそれを分かってほしかった。店主の素晴らしい料理の腕前をより高めてもらいたくてな。いらぬ世話だったか。
用は何？
フフフ。